サムスン電子サムスンギャラクシー SC-03G ドコモタブレットギャラクシータブ S8.4SC-03G は韓国のサムスン電子によって開発された NTT ドコモの第3.9世代移動通信システムと第3世代移動通信システムのデュアルモード端末であるドコモタブレットの一つキャッチコピーはキーボード搭載で用途多彩画面鮮やか ジャストサイズタブレット。ギャラクシー Tab 7.7 Plus SC-01E の後継機種で、2014年6月にアメリカ・ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで開催されたサムスン・ギャラクシー・プルミエール2014で発表され、同年8月に日本で発売されたギャラクシー Tab S の8.4インチモデルをベースに LTE の高速通信にも対応したタブレット端末である。 8.24インチワイドクックスガの有機 L ディスプレイ、スーパーアモレッドを搭載しているほか、ギャラクシータブシリーズで初となるフルセグに対応している。ただしの TB には対応していない。バッテリー容量は 4900mAh。バッテリーは端末本体に内蔵されており、取り替えるためにはドコモショップに持ち込む必要がある。なお、防水性能は備えていないほか、 赤外線通信、お財布形態には、非対用である。バッテリーを内蔵した、サムスン純正の、本端末専用の Bluetooth キーボードをパッケージに、同梱して販売する。キーボード側にあるミゾニーギャラクシータブ S8.4 を、差し込むような形で固定することで、画面を横にして立てると、ノートパソコンのようなスタイルにして、使うことができる。画面を縦にして立てることも可能。 ヒンジがないため、角度の調整はできない。収納時には、Galaxy Tab S8.4 と一体化し、外れないようにロックをかけることもできる。通話機能を搭載していないが、近くにある、Galaxy シ,シリーズのスマートフォンをリモート操作する、サイドシンク機能を使うことで、間接的に通話などが行うことができる。また、オーディオ再生は新たに、ハイレゾ音源に対応した。ありがとうございます。